立憲民主党連邦、お前が言うなと大炎上。本日立憲民主党の連邦さんが自民党の河井議員夫妻の選挙における買収疑惑に対し、説明責任を果たそうとしないことに憤りを覚えると発言してしまい、お前が言うなと批判が殺到しております。連邦さんはご自身の二重国籍問題において、 疑惑はないとして追及され差別だと逆ギレし国民を騙して国会議員になったことがばれた後も今も責任を取らずに逃げ回ってしまっておりますこの買収疑惑がある河合議員夫妻についてはすでに捜査を受けている身でございますので真相は法廷で 明らかになると思われますが、蓮舫さんの二重国籍問題は、なぜ国会議員になった後も二重国籍を意図的に維持していたのか、いまだに理由が分かっておりません。蓮舫さんには、誰か他人をですね、批判する前に、まずはご自身の 二重国籍問題について、国民が、有権者が納得できる形で説明責任を果たしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。